大沢一郎は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。自民党国会対策委員長、自民党総裁特別補佐、自民党幹事長代理、衆議院議員運営委員長、衆議院予算委員長等を歴任。松下政経塾出身者では、初の国会議員であり、また初めて政務次官に就任した人物である。 祖父の愛沢は披露し、父の愛沢秀夫も衆議院議員を務めた。岡山県水戸郡水戸町生まれ。岡山大学教育学部附属中学校、慶応義塾指揮高等学校、慶応義塾大学工学部管理工学科を卒業。1980年、松下幸之助が設立した、松下整形塾に入塾。1985年卒塾。 1986年、第38回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、旧岡山一区から出馬し、初当選。以後、11期連続当選。1992年、宮沢改造内閣で、通商産業政務次官に任命され、松下政経塾出身者の中で、初めて政務次官に就任した。 小選挙区比例代表平立制導入後初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では岡山一区から自民党公認で立候補し新進党現職の元郵政大臣、日笠勝行を破り4選1997年衆議院外務委員長に就任。2003年第一次小泉再改造内閣で 外務副大臣に任命され、第3次、小泉内閣まで務める。外務副大臣在職中に第43回、第44回の2度の衆議院議員総選挙が行われたが、いずれも岡山一区で、関元太郎を破り当選。2005年に、自民党幹事長代理に就任。2006年、安倍内閣発足に伴い衆議院議員、運営委員長に就任。 2007年には、衆議院予算委員長に就任した。2009年の、第45回衆議院議員総選挙では、岡山一区で、民主党の高井隆の猛追を受けるが、高井を4077票差で破り、8選。2010年9月、自民党国会対策委員長に就任。2011年9月に、国対委員長を退任し、 自民党総裁特別補佐に就任。2012年9月に、谷垣定一の自民党総裁退任に伴い、自民党総裁特別補佐を退任。同年10月に、高知会を脱退し、谷垣による、勉強会、有林会に参加。2013年10月15日、二度目の衆議院議員、運営委員長に就任。2014年、 第47回衆議院議員総選挙で10選。選挙後、衆議院国家基本政策委員長に就任。2015年、自由民主党一億総活躍推進本部長に就任。2017年、第48回衆議院議員総選挙で11選。2021年、第49回衆議院議員総選挙で12選。ありがとうございます。